さあ、おはようございます。マーティンダーのミャクル金田です。津岡市ハングの地元にある、あの、松ヶ丘開墾場、えー、日本遺産は認定したのに、なぜ世界遺産は認定しないのかおかしすぎますね。確かに登録条件、前もお伝えしましたね。はい。確かに条件は揃っているところは揃ってますよ。まずは、人類の創造的才能はもうもちろんありません。2番も確かに十分ありますね。3番の、まあ、伝承するもの、これもあるね。4番、歴史上の人物、これも揃ってありません、ね。 5番は何とも微妙な女、まあ、5番も一応揃ってます。6番もありますね。7番はまあ、最上級かどうかはちょっとクエスチョンです、ここは。8番はまあ、そうですね、生命なので、ちょっとここは省いて9番。9番もまあ、ここは解雇だから、ここ9番も一応入りません、ね。10番も入ってます。それなのには、世界遺産認定されないのおかしすぎる。松川岡。普通だったら認定するでしょうね。はい、世界遺産委員会で。うん。 これね、間違いなく可決する可能性が高いです。もし認定したら本当に、増加中嬉しいことですよ。以上です。バイバイ。